上杉隆は、日本のジャーナリスト、実業家、政治活動家、作家、僧侶。株式会社のーボーダーニュース、東京社主。日本ゴルフ改革会議事務局長。特定非営利活動法人日本、ロシア協会事業部部長。公益社団法人自由報道協会創設者。元 NHK から国民を守る、党幹事長兼国会対策委員長。 AI メディアのブアダー、AI テレビニューズオープエドなども創設。福岡県柳川市生まれ、東京都新宿区育ち。新宿区立戸塚第一中学校卒業、東京都立広高等学校卒業、鶴門課大学文学部英文科卒業。1993年4月から NHK で勤務、したと主張しているが、NHK での勤務実態は公表されていない。 1994年9月から衆議院議員、鳩山国王事務所に入所。後に、公設秘書も務め、鳩山事務所には、計5年間勤務する。1999年7月から2001年まで、ニューヨークタイムズ東京支局取材記者。1999年、石原慎太郎東京都知事、高井秀樹特別秘書ともに、都庁記者会見を開放。2000年、 デビュー作、石原慎太郎5人の参謀を刊行。2001年、フリーランスジャーナリストとして独立。小泉純一郎首相、飯島伊佐秘書官とともに、内閣記者会の加盟者を拡大。2002年、一連の外務省を取材、田中蒔子取材で、雑誌ジャーナリズム賞企画賞を受賞。ジャーナリズム5原則を提言開始。 オプエドの概念を日本に初めてもたらす。2003年、北朝鮮入国リポート、イラク戦争取材の途上で、事故、パリなどで、約1年間入院。2004年、エビジョンイルを造語。流行語大賞のノミネートを受けるも、即日取り消された。2005年、メディア取材開始。漢方複合体を造語。2006年、キューバを訪問し。 フィデル・カストロの弟のラウル・カストロなど、現職大臣や政府高官に取材。2009年3月24日、民主党の小沢一郎代表から、記者クラブ開放の現地を取り、記者会見オープン化を前進させる。8月、松野来久次期内閣官房副長官らと、新しい記者会見のスキームを創設。9月の鳩山幸男内閣発足後、 外国人特派記者等の一部の記者は新たに会見に参加したが、ネットメディアは事実上締め出されていた点を公約違反であると指摘。フリーランスやネット、海外メディアなどにも開くよう大臣らと直接交渉し、金融庁、外務省、内閣府、総務省、文科省、法務省、環境省などでオープン化を実現させる記者クラブ崩壊を出版。 ウィキリークスとジュリアン・アサンジの登場と安全保障上の危機を外務省で最初に質問。2010年内閣記者会見開放を正式に申し入れ。日本で最初にテレビとネットのサイマル放送を実現。同年官房機密費問題の追及を開始。2011年自由報道協会を創設し代表となる。2012年株式会社ノブアダー設立。 2013年、公益社団法人自由報道協会代表を辞任。2014年6月、インターネットニュース番組、ニュースオペドの放送を開始。プロデューサー兼アンカー。2014年6月、日本ゴルフ改革会議の枠組みを事務局長として、整え発足させる。2016年、東京都知事選挙に立候補し、落選した際、 ジャーナリストを引退することを表明。2018年5月3日、50歳の誕生日に放送されたニューズオペエド内にて小説家になることを発表。2019年1月25日、京都、元山修玄集総本山京都省五院門関で特度した。2017年11月5日、日米首脳会談中の霞ヶ関カンツリークラブに取材で、 ノブアダーニュースの一員として訪れた際、不審者が紛れ込んでいると通報、埼玉県警の警備本部に連行され、また、同時間帯にホテルニューオータニにホワイトハウスが設置したプレスセンターにいた公式取材パス所持の n b n 記者も排除されたことを、ノブアダー追放事件として告発した。2019年7月、過去の2度の引退宣言を撤回し、 ジャーナリストに復帰したことを発表した。2016年、東京都知事選挙に立候補し、落選した。この選挙については抗議活動も行っている。2017年9月に、小池由里子東京都知事らが希望の党を設立すると、上杉は、第48回衆議院議員総選挙に向けた、同党の候補者選定に携わった。また、 民進党が希望の党への合流を打診していることに関しては三県の長経験者を合流から排除するよう小池に提案した。同年10月9日、総選挙に比例東京ブロックから希望の投稿人で出馬する予定であることが報じられていたが、自身のブログで出馬を辞退したことを表明した。2019年4月12日、東京都中央区長選挙に出馬するが落選。 同年8月10日、NHK から国民を守る党の幹事長兼選挙対策委員長に就任した。同年10月25日、同党の選挙対策委員長を辞任し、幹事長と国会対策委員長の兼務となる。2021年3月6日、自身の週刊誌報道をめぐる5日の定例記者会見での NHK 党党首、 立花の発言でプライバシーを侵害されたと主張し、発言の撤回と幹事長職辞人の意向を自身の公式サイトで表明。9日には会見を行い、辞表届を提出した。2016年都知事選報道への抗議2016年7月23日、自由報道協会にて、たご候補と共に会見を行い、25日に都選挙管理委員会と、 都庁記者クラブに対し、不平等な報道は、公職選挙法と日本国憲法第14条に反するのではないかという趣旨の抗議文を提出する意向を示した。7月25日には、上杉、山口、中川の3候補の呼びかけにより、政策を演説、討論する場を設けたかったとして、新宿駅前にて合同演説会を行い、主要候補とされる小池を含め、 計12人が参加した。7月27日には、上杉、立花、七海、マック、内藤久音のご候補が自由報道協会にて会見を開き、連盟で、テレビ東京を除く、在京の民放キー局と放送倫理、番組向上機構に、報道姿勢を改めるよう求める連盟の要求書、請求書を送ったと発表した。ありがとうございます。